皆さんこんにちは。今回は兵庫県に行ってきましたんで、ちょっと兵庫遠征ということで、名古屋グルメじゃないんですけど、めっちゃ美味しいカレー屋さん見つけたんでね、今回はご紹介していきたいと思います。兵庫県明石市の東屋さんでございます。店内はねめっちゃ落ち着いた感じで、このね有名なところがなんと一郎もめちゃめちゃうまいって言ったらカレー屋さんなんですよね。めっちゃいいですよね。一郎といえばね、その毎朝カレーを食べないと野球ができないっていうほどのねカレー好きで、そのイチローがアメリカに行く前にその神戸のオリックス時代かな、結構通ってたお店だそうです。その有名なカレーがこちら、エビカレーでございます。すごくないですか、このね濃厚のトロトロなカレーにエビが刺さってて卵黄という、なんとも素敵な組み合わせです。でしかもその冷やそばもついてくるんですよね。早速玉割りをやっていきたいと思います。あ、美味しそう。そしてねエビもめっちゃでかいんですよ。すごくないですか、これが2本も入ってるんですよ。本当に食べた感じもねプリプリでね最高に美味しかったですね。この断面図美味しそう。美味しかった。でこのカレー自体もなんかシャビシャビっていうのもめちゃめちゃドロドロ濃厚で、甘いカレーっていう感じですごくね食べやすかったですね。でカレーの後はこのね冷やそばで美味しくさっぱり締めれるっていう、なんとも美味しい組み合わせで、もう本当に神戸に来たらね、神戸じゃない明石に来たらここのお店に行かないとなって思ってねついつい来ちゃいました。はい、そもそもねここね仕事行くために来たんですけどね、なんだろう、ここね大学の卒業旅行で行ってきたんですよね昔。でその味がね忘れられなくてもう一回来ちゃったんですけど、昔と変わらずの美味しい味でした。なんか初心に戻った気分でもあるんですけども、なんか大人になるといろんなカレーを食べていろんな経験もしていくんで、また違った味というかね、大学時代とは違ったですがかなり美味しかったんで、兵庫県のね明石市日本のへそに行った際にはぜひ東屋さん皆さんも行ってみてください。それではこの動画がね良かったなとか美味しそうだなって思ったら高評価とチャンネル登録、僕の励みになるんで待ってます。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。